はい、皆さん、毎度毎度、メロンもらっちゃったね。京都のね、ゆきりんさんだね。高額商品ね、ありがとね。まあ、今回はね、2個入ってるみたいなのでね、どうやって食べようかね。食べ頃期間がね、4月の4日から5日ってことになってるね。クラウンメロンだね。このね、メロンなんかね、高額商品はね、普段買わないかんね。お金がもったいないっていうかね、贅沢品はね、もらいでもしない限りね、食わないよね。 まあ、保存の温度が20度から25度で、まあ、4日から5日だね、食べ頃期間がね。まあ、室内に置いとけばいいのかな。この、出した方がいいのかね箱からね。まあ、そういうことは後でゆっくり考えることとしてね。まあ、どうやって食べるか。まあ、ぶった切って食うのは分かってんだけどね。やっぱり美味しい食べ方ってあるよね。やっぱりみんなでワイワイ食べるとかね。一人で隠れて食ったってね、うまくないからね、こういうのはね。まあ、どうやってね、食べるかね、ゆっくり考えようね。 この枝に価値があるんだろうね。枝が。わざと枝残しておくるんだろうね。この枝がうまそうに見えるっていうか、持つためにあるのかね。<laughs> わざわざね、送ってくれてね。ありがとうね。ゆきりんさんね。まあ、あの、食べれるまでにね、4、5日あるからね。その間にどうやって食べるかね、ゆっくり考えてね。美味しく食べるようにね、考えようね。はい、お疲れ様でした。